ます今回は前回の「メロダインエッセンシャル」に続いて1段上位のエディション「アシスタント」の解説を行っていきますアシスタントではさらに細かな補正が行えるためエッセンシャルよりも正確かつ自然な仕上がりとすることができますなおアップグレードした場合でも「回エディション」での編集内容はそのまま引き継がれますさて画面の上の部分を見るとさまざまなツールが増えていますね これらのツールはタイムライン上を右クリックすることでも切り替えることができます。順を追って見ていきましょう。まずはピッチツールから。こちらはエッセンシャルの際に解説したノートを選択して上下に動かすことができるツールがメインになってますけれども、その他にですね、このようにノートのお尻、継ぎ目の部分にカーソルを持っていくとこのような表示になりまして、ここで上下にドラッグをしますと、ノートからノートへのピッチの動きを滑らかにすると。 いいっったことも可能になっています。それからツールを下に切り替えてピッチモジュレーションツールを使ってみましょうピッチモジュレーションツールはビブラートやしゃくりのように意図的に揺らしたピッチの幅をコントロールする機能です目的とノートに対して上にドラッグすると揺れ幅が広がり下にドラッグすると揺れ幅が狭まるといった形で変化をしていきます例えばこの2つのノートなんかはですね結構しゃくりのような揺れが激しいんですけれども ちょっと確認しましょうか。これを低減したいという場合はですね、このピッチモジュレーションツールで2つを選択して下にドラッグ。これで聴いてみましょう。はい、かなりまっすぐな歌い方になりましたね。この機能を使って、例えばこのように複数のノートを選択して、揺れ幅を全くなくしてしまうということによって、いわゆるケロケロボイスのような効果を演出することもできます。 聞いてみましょう。はい、このような感じですね。続いて、さらにツールを下に変更しまして、ピッチドリフトツール。こちらはエッセンシャルのマクロ機能にあったものをノート個別に細かく調整できるようにしたものです。このようにノート前後の揺れ幅を低減したり、逆に強調したり、さらに反転させるといったことも可能になっています。 続いてその隣のフォルマントツールこちらでは声質を調整することができます目的のノートを選択して上にドラッグするとやや上ずったような子供のような声になりますちょっと聞いてみましょうはい逆に下にドラッグすると yeah, このようにややくぐもった男性のような声になります 活用法としては、つのテテイイククからダブルテイクを作りりたい場合などがあります。通常1つのテイクをこのようにコピーしてもダブル効果は得られませんがトラックディレイなどでタイミングをややずらしつつ片方のトラックのメロダインのフォルマントを少しずらしておくとこうすることでよりダブルテイクらしい自然な厚みを出すことができます聴いてみましょう yeah,、yeah. はいこのような感じですね 続いて音量ツールはその名の通りノートごとの音量を調整するツールです。目的のノートを選択し上にドラッグすると音量アップ下にドラッグすると音量ダウンといった具合です。通常こういった編集はコンプレッサーやボリュームオートメーションを用いて行いますがメロダインではそれをノート単位で細かくかつつながりも自然に仕上げることができます。ちなみにボリュームツールで選択したノートをダブルクリックすると ノーートト単位ででででミュすすすすするるこここととともも可能ですもう一度ダブルククリックすることで元に戻すことができますその隣の隣タ,タイミングの細かな補正を行うことができます。切り替えるとこのようにノートの端にマーカーがつきますので、ドラッグで移動させて調整します。容量はエッセンシャルのサイト同様ですが、タイミング補正に集中して作業することができます。タイムツールの下にあるタイムハンドルツールは、ノート内の時間的変化をコントロールして、 引き伸ばしたり、歯切れを良くしたりすることができるツールです。切り替えて、ノート内の任意の位置をダブルクリックすると、このようにマーカーがつきますので、これを前後に動かすことで、引き伸ばしたり縮めたりといったことができます。伸ばした状態で一度聞いてみましょう。はい、このような感じになるわけですね。さらに、その下のアタックスピードツールでは、ノートのアタックの速さを調整することができます。 切り替えると、このようにノートの端にスライダーが表示されますので、これを上下に動かすことで、アタックのタイミングを変更します。思いっきり遅くして一度聞いてみましょうか。はい、このようにノリも柔軟に調整することができるということですね。最後にノート分割ツールですが、こちらはエッセンシャルでお見せしたノート分割機能を一つのツールとして独立させたものです。 選択するとこのようにカーソル切り替わりましてダブルクリックで分割することができます。その下の分割タイプツールでは切り替えてノートの切れ目をダブルクリックすることでハード分割というタイプに切り替えることができます。ハード分割では前後のノートが独立状態となり一旦ノート分割ツールに戻して分割位置を変更するとこのように切れ目ができるような形になります。ツール類としては以上ですが アシスタントでもう一つ追加される機能として、MIDI 書き出し機能があります。メロダインで分析補正したノートをインストゥルメントで使用したい場合などに便利です。左上の設定メニューから右として保存を選択すると、このように保存先のフォルダーの選択画面が出てきますので、任意の場所を設定して保存をクリックすると、MIDI として書き出されます。はい、以上今回は上のアシスタントにアップグレードすると、どのような機能が追加されるのかについてご紹介しました。 次回はさらに上位エディションの「エディター・スタジオ」に搭載される機能を取り上げていきます。